数々の伝説を作り上げてきたザ・ジェントルメンズクラブ。未経験者集団でありながら、グランドオープンからわずか1年で月間総売上1億円を突破し、多数の億プレイヤー、1000万プレイヤーを輩出した最も勢いのあるホストクラブだったのだが、好調に大きな盛り上がりを見せていたザ・ジェントルメンズクラブが、未だかつてないほどの大きな人事異動によってお店の体制が変わった。2023年9月に新店ザ・バトラーズクラブの開店に伴い、白副主任、両谷副主任が異動となり、2023年年末にはブラックダイヤモンドクラブへ異動となった正木副主任、天音新総支配人、アーティストへ異動となった辰木副主任、スーパースターともいえる稼ぎ頭たちを手放すこととなって早数ヶ月、ザ・ジェントルメンズクラブの現在を追う。HostTV.com 体制が大きく変わってから早4ヶ月ほど経った今、前回に引き続きザ・ジェントルメンズクラブのこれからを担うスタッフたちの思いをお届けします。なんか僕をね、紹介していただいた今新総社員が移動されるという形で、新しいジェントルメンズクラブを作るんだっていうのがもうかなりね、衝撃的でしたね。お兄ちゃんたちみんないなくなるんかいみたいな。僕一番年上なんですけどね、先代たちには僕はすごく尊敬してる方が多いので、正直教わりたかったんですけど、言われたんですよね、もう僕ら の血液をなくして自分たちで歩んでいってほしいみたいな。変わりましたね、本当に。やっぱ自分がちょっとこう目立たなくていいやとか、お店の営業メイクっていうのがあるんですけど、どう誰が盛り上げるのかっていうのを本当に自分がやんないとマジでやばいかもっていう瞬間があったりして、それをみんなが感じて、こう一丸となってワントップで引っ張っていくっていう感じよりは、みんなと成長するっていう土壌が今できてきてるなって思うんで、当時は本当に1年目でがむしゃらだったんで、よくも悪くもちょっと無駄が多かったんですけど、なんかそれをより洗練していかないといけないなとか、先代たちの熱量、あれやっぱもうすごいものありまして、そこの熱をね、僕らが絶やさず、もっと熱いものを持っていかないといけないなっていうのは思うんで、まぁ、ちょっとまだもう一歩何か来るだろうな。その ちょうど前兆、嵐の前の静けさを僕は感じてます。先輩たちがいた時も、役職者6人ぐらいいたので、役職たるもの、絶対実力がないとなれないものであるんで、それがこう少ないと、僕らにこう結構重圧というか、プレッシャーはあるんですけど、新総社に教えていただいたのが、きつい時、しんどい時をいかに楽しむかがホストですよ。で、教えてもらってから、まあもちろん、重圧、プレッシャーはあるんですけど、それをこう乗り越えていったり、そのしんどさも楽しむみたいなのを今テーマに。やれてるなっていう。ただしんどいはしんどいです。締め待ってますもうはっきりとあります。特にこう前のジェントルメンズクラブを知ってるお客様は、特に今違うかもみたいな感じで、もうほぼ全員に言われたのかなっていう感じだったんですけど、ただやっぱ自分がどうしていきたいのかをお伝えして、僕のことを応援してほしいなっていう感じで、違う良さを楽しんでほしいな。そうしたらそれを受け入れてくれて、それについていくよって言ってくれた方もいらっしゃるんで、全員が全員そういうわけではないですし、そう思わせてしまった方に対しては、全盛期作るからちょっと待っててなみたいな感じでいますね。やっぱ変わりましたね。特に売れてたメンバーたちっていうのが一気に変わってしまったので、前までこれやってたのに今これで喜んじゃうんかいみたいな、そこが大きく変わるんですけど、だからこそ入れていただくボトルだったり指名していただいたり、そこに価値が見出せてくるようになったのかなっていうのを、4ヶ月目でやっとこうだんだん、あ、こういう感じのテンポにしていこうっていうのはみんなに共通意識で芽生えていったなって思います。最初の 1,2 ヶ月はなんとかなるって思ってて、3月が結構鬼門だと思ってたんですよ。そこで心が折れちゃう従業員がいたら、もうそのまま失速しちゃうかなと思ったんですけど、3月耐えれたんですよ。耐えれたからこそ、ここからどんどん上がっていくんだろうなっていう、そういう意欲を感じますね。なんでもしかしたら意外にいけるんじゃないのかなとか、そういう希望を持って従業員たちで過ごしてます。個人の目標として過去の全盛期を超える全盛期を作って、まあ、個人のプレイヤーとしても1億プレイヤーになりたいなっていうのと、ナンバーワン取ったことないんで、はい、打倒雪村かえり、打倒雫、そんな感じでナンバーワンをジェントルメンズクラブで当たり前に取れるようになりたいなって
そういうふうに思ってます。率直に悲しかったっていうか、まあ一緒にやってきたメンバーなんで一瞬下がりましたけど、天音シーンとかまさきさんが抜けたんで初回取り放題です。正直抜けてからはナンバーはあんま気にしなくなりました。なんかまあ自分との勝負というか、自分の売り上げ伸ばすっていうところで戦ってます。正直ひどかったんですけど僕が盛り上げました。ライバル氏、まあ、ルルさんやっぱ顔いいんで負けないようにやっぱ初回顔で迷われるんで敵対視してます。僕顔で言ってるんですけど、まああんま言いたくないですけど僕のがおもろいです。あ、増えましたね。けどヒヤヒヤですね。負けれないんで、でも初回は取り放題です。あの1からのスタートになったんで僕が店売りを上げて移籍組に後悔させてやります。もともと塾講師をやっていたんですけど、自分の将来に対して迷ってる時期があって、地元の友達にまあホストやってみたらっていうふうにこちらのグループを紹介していただいて、このグループだったら僕でも真面目にやっていけるかなと思って入らせていただきました。人間性っていうものを磨いていかないとやっぱ結果は出ないですし、先輩の方々だから知った激励いただくっていうのはすごいありがたいことだと思って、そのねタイミングとか一瞬へこんだりもしますけど、やっぱ後から見たらあの時言っていただいてよかったなって思うことが多いですね。本当に僕入った時とかすごかったんですけど、もともとこのジェントルメンズクラブっていうのは、まあ、天音シーン投資配人がもうすごい看板のお店だったんで、人事異動のことを聞いた時は正直びっくりして、それと同時に入って1年経たないぐらいだった僕は、あ、これって僕が目立つチャンスが、まあ、大きくなるというか、みんなで新しいこう風を吹かせることができるチャンスだなとも同時に感じてました。結構従業員のみんなはパッと切り替えてじゃないですけど、僕らの表情とかってお客様も見てくれてますし、あと新体制のジェントルに対して向き合って一生懸命やってたと思います。なんか上から目線で仲良くしてくださった先輩とか、いなくなって寂しいっていうのは言ってましたけど、一筋でこう通ってくれてます。結果もちゃんと上がってると思いますし、何よりこうコールとかの気迫がすごい増してる気がしてます。僕普段マイクとかやっててコールの声の大きさとか勢いとか絆が深まったというか、もうみんなでやっていくしかないんで、意識がすごい上がってると思います。めちゃくちゃ従業員でみんな好きで愛が溢れちゃってるんですよ、マジで。皆さん愛してます。バイトです。雇われバイトです。派遣です。僕のね今やりたいことをねやらせていただいてるだけで出勤人数減ってしまってるので、皆さんにはねもう2年間ぐらいちょっとご迷惑をおかけするっていうところで今この状況になったので、でもこう出勤できる日はね限られてるんですけど、ナンバーワン取る姿勢は変わらないですし、まあ、1億もね今年も狙いにいってるんで、まあね、その辺は変わらないかなと。覚えられるんですかねバイトが。みんな悔しいでしょ、バイトに刺されるやつから。ね、副主任もねいらっしゃるのに。そんなねことは関係なくね、僕はこうみんなと一緒に戦っていくので、出勤すればジェントルの味方であるし、そこはねしっかりと僕も全力を発揮できることはしっかりとして、ナンバーワンは絶対にね、まあ、先月も取らせていただいたんですけど、まあ、譲らないように今月もやっていきます。これ去年から話したので、だいぶわがままをカル会長の小副会長に言わせていただいて、僕のわがままをこう通っていただいたのも本当にね感謝ですし、まあ、この体制でね、まあ、いきなり僕もね体制変わってるわけだし、何かとみんなにね迷惑かけちゃってるんですけど、まあ、だからこそなんか自分がこう成長できるとか、ジェントルが成長できる。今僕らのお店ってこうジュニアの人たちしか基本いないので、この子たちがそう育っていって看護師、副主任とかね役職も上がっていったら、まあ、僕がね主任に戻る頃には前のジェントルような強い、まあ、ジェントルに戻ってるんじゃないかなって僕は思うので、僕はすごいね楽しみだと思います。道が空いたなみたいな、あ誰もいなくなったんで、僕が代表になれるかなと思ったけど僕はもうバイトになっちゃったからね。いやまあそれはいいんですけど、聞いた時にはもう僕は結構みんなと同じリアクションでちょっと寂しいなとか、まあ、それぞれみんなからしたら寂しい気持ちはあるんですけど、僕がすごい感じたのはジュニアの子がやっぱメラメラしてますね。自分が今後こういうところのポジションを狙っていけるなとか、今までこう先輩方が強い人がたくさんいたので、その空いたポジションに自分がなれるってこう思っていくと、まあ、人ってこうポジティブに仕事頑張っていけるので、今その勢いがちょうど重ねてきて、まあ、売り上げもね数字も伸びてってるなと思うと、その発表からはいいスタートが切れてるのかなって気持ちとしてはジュニアと一緒で、あこっからやっていけるんじゃないかって僕は思いました。やるしかないもんね、みんなもへこたれずにポジティブに、まあ、どんどんねこう仕事をこなしていくのは昔のジェントルと変わらないところかなと思って、まあ、ジュニアにもしっかりこう根付いてるので、この辺は心配はないかなって、まあ、ほとんどがみんなこう一生懸命今まで通り取り組んでるので、時間はちょっと必要かもしれないですね。そうですね、まあ、僕の顔ぐらいじゃないですか今のところ。整形しちゃったし、
もうね、ジェントルイケメンいないとダメですから。いや、冗談ですけど、ジュニアの子たちがすごいポジティブなので、でも雰囲気がいいですよね。なんか暗いお店に外から見て感じないと思います。なんか暗くて数字もやっぱ小さくてだったら、あのお店もう終わりじゃねって思われちゃうんですけど、そんなことはないですね。数字はまだまだね、見せられるようなかっこいい数字ではないんですけど、本当に中身として全員のこの心はすごい熱いので、外から見たら全然、え、これからやっていけるじゃんみたいな、こうなんか楽しみの方があるのかなって思います。迷うな。最近入ってきたハレさんは、まあもちろん数字でもうナンバー3まで、まあ、先月入ってきてます。自分がこう頑張らなきゃっていうところだと、レンさん、ミナトさん、チョーリさん、ユウキもそうかな、ユウキもそうだし、あとチャップとかもまだまだいっぱいいるんですけど、ごめんなさい、今パッて上がったメンバーだけで、その人たちが結構やっぱり自分でこうなんとかお茶を引かないとか、絶対タコをかぶせてラストオーダー1本入れる、まあ、締め日絶対ナンバーにこだわるとか、この言葉って役職者からどんどん声をかけていく言葉なんですけど、もう自分からこう走っていってるので、ほぼね役職の動きに近づいてきてるなって僕は思ってます。1人2人昇格者をね出したいところなんですけど、まだまだ肝が据わってないんで、みんなホストになっていくと思います。プロの近づいてくると思います。僕もまだプロではないんですけど、まあ、本当役職者のレベルにみんな近づいていくんじゃないのかなと思います。とにかくジュニアの向上心が今強いので、数字が上がってって、このワンクリの中でも多分トップ2ぐらいまで入っていくような、12月には多分僕はなってると思うので、まあ、僕もね絶対に足引っ張らないように、まあ、ナンバーワンは継続したいとか、1億突破したりするんですけど、今アーティストさんとクラシーさんに、まあ、数字面では実は負けてて、僕はこの2つにね勝てるお店を、まずは、まあ、自分はまだ代表ではないんですけど、ただ同じ目線でね作り上げていきたいなと、期待しかないです。自分たちがザ・ジェントルメンズクラブを盛り上げていくんだと、ますます熱を増していたスタッフたちの士気。年間売上1位を目標に掲げる彼らにとって飛躍する年となるだろう。そんなザ・ジェントルメンズクラブの活躍にこれからも目が離せない。マニーマニー、プリーズマニーマニー、レッツゴー。